こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が愛してやまないニットというアイテムについて解説をしたいと思っています。まあ、ニットにもですね、様々な種類があるのですが、その中でもですね、今回は日本国内において大定番と呼べるようなユニクロのエクストラファインメリノウールについて解説をしたいなと思っています。まあ、実際ですね、僕も今着ているニットなんですが、これはですね、多分日本国内において一番売れてるニットなんじゃないのかなと思っています。それぐらい大定番で、中にはですね、実際に持ってる方もいらっしゃるのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、このニットはめちゃくちゃ気に入っていまして、結構ですね、頻繁に新しいものを買うようにしています。今回着てるものは昨日ですね、ユニクロの店舗に行って実際に購入をしてきたものなんですね。今回はですね、2色購入したわけですね。ブラックとブルーという形で、この後ですね、実際に着た状態だとかコーディネートも解説をしたいなと思うんですが、このユニクロのエクストラファインメリノというのはですね、ものすごく着心地のいいニットになってるんですね。まあ、とにかく肌触りがいいんですよね。まあ、ニットというと僕たちのイメージの中ではなんかですね、チクチクしたイメージってないでしょうか。まあ、確かにですね、今でもニットによっては着るとちょっと不快な感じのするものもあったりするんですね。でもこちらのユニクロのエクストラファインメリノに関しては全くそういった違和感がないんですね。特に僕はニットのですね、肌触りというものにはこだわりがあって、タートルネックとかもあんまり好きじゃないんですよね。どうしても首がチクチクしたりだとか、あとはタグのチクチク感みたいなものも苦手なんですけども、そんな僕でもこのユニクロのニットというのは着ていて全く違和感がないので、多くの方におすすめしやすいニットなのかなというふうに思っています。そしてなぜ僕がこのニットというものをですね、皆さんによく推しているのかというと、メンズファッションには様々なトップスがあるんですね。まあ、このようなニットの他にはロンティーだとかシャツだとかスウェットだとかパーカーみたいなものがあるんですが、その中でこのようなニットというのは結構使える期間が長いんですよね。今動画を撮影しているのは秋なんですけども、秋も使えるし冬も使えるし春も使えます。さすがに夏は難しいんですが、3シーズン活用することができますし、あとはですね、着こなしを考えるのもめちゃくちゃ楽なんですよね。このようなニットの場合は1枚で着てもそれなりに様になりますし、この上にアウターを羽織れば着こなしが完成してしまうので、ものすごく考えるのが楽なんですね。それだけではなくて着脱も楽なんですよね。よく僕のお客さんが言うんですけども、シャツというアイテムはボタンを閉めるのがめんどくさい、このようにおっしゃる方がいるんですけども、確かに考えてみるとボタンの開け閉めってちょっと面倒だったりするんですね。その点このようなニットというのはただ被れば着こなしが終了するので楽なんですよね。このように物臭な方にはですね、ニットというアイテムはものすごくお勧めしやすいアイテムなのかなと思っています。まあ、そして今年なんかはですね、スウェット系だとかパーカー系なんかもですね、この動画の中で解説することが多かったんですが、そういったものも確かにいいんですけども、僕たち30代40代の男性って少し綺麗めに見せた方が自分の雰囲気とは合いやすいんですね。ですのでスウェットだとかパーカーというのがなかなか似合いづらいなという方には、やっぱり鉄板はニットなのかなと思います。着るだけでニットというのはパーカーだとかスウェットに比べると綺麗めな印象を与えることができるので、本当にですね、僕ら大人世代にはマストのアイテムなのかなと思っています。まあ、このように僕が愛してやまないニットなんですけども、その中でも大定番と呼ばれるユニクロのエクストラファインメリノ、このアイテムを使いながら僕はどのようにコーディネートするのかですとか、サイズ感はどのような感じがいいのかですとか、この後実際に着用しながらですね、皆さんに解説をしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。まずはですね、昨日購入した中でブラックを着てみたんですけども、まあ、このようにですね、非常にベーシックで使いやすい見た目になるのがブラックの丸首のニットなのかなと思っています。まず注目していただきたいのはサイズ感なんですね。まあ、ユニクロのニットというのは基本的に定番的なサイズ感になっているので、今っぽいビッグシルエットだとかゆったりめのサイズ感ではないんですね。ですので今回僕はですね、普段 S サイズを着ることが多いんですが、あえてワンサイズを上げてピタピタにならないようなサイズ感を意識するようにしました。どうでしょうか。実際に見ていただいてもワンサイズ上げた状態でも決して大きいなという感じはしないかなと思います。まあ、ユニクロのですね、エクストラファインメリノに関してはかなり薄手のアイテムになっているので、サイズ感がタイトすぎるとですね、ピチピチした感じになってしまうんですね。まあ、体のラインがそのまま出てしまうと表現した方が分かりやすいかなと思います。このようなものは痩せ型の方には確かに似合うんですが、ぽっちゃり体型の方だと結構お腹の丸みとかがそのまま出てしまったりだ
とか肉感というのが強く出すぎてしまうんですね。ですのでサイズ感に関してはややゆったりめを意識した方がいいかなと思っています。ニットと体の間に程よく空間ができる方がいいのかなというふうに思ってまして、僕はですね通常のサイズよりもワンサイズ上げることを推奨したいなと思っています。ただですね、僕はこのニットを以前買ったのは3年ぐらい前だったと思うんですが、その頃っていうのは今ほどビッグシルエットだとか緩めのサイズ感っていうのはそこまでなかったので、僕はですね S ではなくて XS サイズを着ていました。割とタイトに着ていたんですね。ですがやっぱり時代によってサイズ感の正解というのは変わってきまして、今はですねあまりビタビタなサイズ感ではなくて少しゆとりを持たせて着るのがバランスがいいのかなというふうに思っています。そしてもう一つ着方として皆さんに推奨したいものなんですけども、僕はですねこのようなニットの下には丸首の白 T シャツを着るようにしてるんですね。見ていただくと襟元だとか裾にですね白 T が見えるかなと思うんですね。これが見えるか見えないかで全然印象が変わってくるんですね。まあ、特にですね今回の僕の着こなしに関しては黒ニットに黒のスラックスという形で両方ともブラックなので、そうすると色がつながってしまってどうしても重たく感じてしまうんですね。ですのでニットの下に白 T シャツを着ることで少しですね差し色という形で明るさを足してあげると非常にバランスがいいのかなと思っています。これはですね結構おしゃれが好きな男性の中では定番的なテクニックの一つなので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。基本的に秋だとか春に関してはこの着こなしだけでもですね成立するんですが、このような薄手のニットというのは僕はですねあまり主役として使うことがないんですね。あくまで重ね着の一部として使うことが多くて、僕はこの上にですねジャケットだとか、あとは今旬なシャツアウターなんかを羽織ることでバリエーションを出すようにしています。ですのでこの後1枚ですねシャツアウターを用意しているので、この上に羽織ってみたいと思います。はい、上にですねシャツアウターを羽織ってみました。どうでしょうか。だいぶですね印象が変わるかなと思います。僕はこのようにですね薄手のニットに関しては間に挟み込むような着こなしが好きなんですね。今回はシャツアウターを選んだんですが、上に羽織ったものの色はネイビーなんですね。なかなか分かりにくいかなと思うんですが、ブラックよりも少し柔らかみの感じるネイビーを選んでるんですね。結構ですねネイビーとブラックって相性がいいなと僕は思っていまして、同じような濃い色ではあるんですが微妙に色味が違ってくるんですね。僕の持ってるアウターって基本的にブラックも多いんですが、それ以上にネイビーが多いんですね。ネイビーのジャケットだとかネイビーのコートだとか、あとはネイビーのシャツアウターだとか、こういった一番外に羽織るものはブラックよりもネイビーの方が少し柔らかみが感じられますし、ブラックで外側を覆ってしまうと結構重たくなるのでネイビーを選ぶことが多いんですが、まあ、だからこそネイビーの内側にはですね同じネイビーではなくてブラックで引き締めることが僕は多いですね。ですのでニットを買うときにはブラックのニットというのは僕の中では定番になっています。まあ、今回の着こなしは結構使っている色がシンプルなのかなと思っています。ブラックネイビー白というところで結構このような着こなしというのは大人の男性には使いやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。今僕はシャツアウターを羽織っていますが、これをですねネイビーのジャケットにしたりだとか、あとはオリーブ色とかと合わせるのもすごくバランスがいいかなと思っています。僕はシャツアウターをですねこのネイビー以外にカーキだとかオリーブ系も持っていますので、そういったものと合わせて外側はちょっとやぼったい雰囲気の色を合わせながら内側で引き締めるというのもバランスがいいので、ぜひ皆さんこちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、着替えてみました。続いて2着目のニットなんですけども、ブルーという色を選択しました。どうでしょうか。これはですねかなり気に入っています。何がいいかというと色味がですねめちゃくちゃいいんですね。まあ、ブルーというとネイビーなんかに比べると結構明るめで差し色的な効果があるんですが、この色の感じはですねめちゃくちゃいい仕上がりかなと思っています。このですねエクストラファインメリノのシリーズはたくさんのカラーバリエーションがあるんですが、その中からですねどれを選ぼうかなと思った時に目を引いたのは僕にとってこのブルーだったんですね。まあ、このブルーという色はかなり使い勝手もいいんですね。まあ、メンズファッションの基本であるネイビーですとかブラックですとかグレーですとか、そのような色との相性もいいので、手持ちの中に入れてもですね非常にまとまりがいいので、大人の男性にはですねものすごくおすすめしやすい色かなと思っています。まあ、ユニクロのエクストラファインメリノなんですけども、基本的には3000円前後でですね買えるんですが、昨日僕がユニクロに行った時にはなんと2000円
2000円で販売されていたんですね。ですので思わず僕は2色を買ってしまったんですが、まずは定番的なブラックですとか、もしくはネイビーを購入して、それ以外にはですね、ちょっと旬な色だとか差し色的なものを入れてあげるとすごくですね、バランスがいいのかなと思っています。まあ、その中でも今回僕が選んだブルーというのは結構いろんな男性に似合いやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。このブルーのニットなんですけども、どのようにコーディネートしようかなって迷ったんですが、僕の中ではセットアップで着るのがすごくバランスがいいかなと思うので、今下に履いているのはユニクロの感動パンツなんですね。そして上にはですね、これからユニクロの感動ジャケットを羽織ることで上下でセットアップのスタイルを作りたいなと思いますので、これから着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度はですね、上に感動ジャケットを羽織ることで上下でですね、感動セットアップを作ってみました。このようなセットアップに対して内側にですね、丸首のニットを入れるというスタイルは結構僕の中では定番で、多くの男性にお勧めしたいスタイルの一つなんですが、割とカジュアルな着こなしも OK な職場であれば、このような着こなしというものを使っていただくこともできるかなと思いますし、休日だとちょっとおしゃれをしてレストランに行きたいだとか、お買い物に行きたいだとか、デートをしようという時なんかにはこのようなセットアップに対して丸首のニットを合わせるというのは結構バランスがいいのかなと思っています。で、今回はですね、ネイビーのセットアップなんですけども、この内側に対してブラックというのも悪くはないんですが、そうするとですね、ちょっと重ための印象になってしまうので、今回僕はですね、あえてネイビーよりも明るいトーンのブルーというものを合わせるようにしました。見ていただくと、ネイビーとブルーというところで同色の系統なんですけども、グラデーションができているのが分かっていただけるかなと思います。このブルーがですね、ベーシックではあるんですけども、着こなしの中で良いアクセントになっているので、この着こなしも結構僕自身は気に入っています。まあ、このように差し色的なニットがあると結構ですね、ジャケットとの相性が良かったりするので、ぜひ皆さんにもですね、お試しをいただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまないニットの中からユニクロのエクストラファインメリのクルーネックセーターをご紹介させていただきました。さまざまなニットがある中で、ど真ん中はこのニットで間違いないのかなと思っています。今回久々に買い足して、やっぱりこれは便利だなというふうに感じました。僕の中でこのアイテムは一応ニットではあるんですが、ロンティー感覚で気軽に着やすいので、めちゃくちゃ便利だなというふうに改めて実感をしています。メリノウールにはさまざまなメリットがあって、純粋に暖かいというのもありますし、結構匂いとかも気になりにくいというのもありますし、静電気も起こりづらかったりするので、かなり使い勝手のいいニットなのかなというふうに思っています。まだですね、ニットというものあまり着たことがないという方には、初級編としてはですね、このニットは間違いない選択かなと思うので、まずは定番的なブラックやネイビーを買い揃えて、その後はですね、トレンドのカラーだとか、僕が今着てるようなブルーですとか、こういったものを取り入れながらですね、着こなしにアクセントを取り入れていただきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。